今回はワイルドリフトのケインを使ったジャングルでの運用をご紹介していこうかと思います。以前からパッチでバフに次ぐバフが入っているような形で青ケインが非常に優遇されているような環境だと思います。ただ赤ケインが弱いわけではなく、青の方がゲージが溜まりやすくなっているよというところから、おそらく出現率青の方が高いのかなと。特に今回の場合敵がマークスマン構成になっているので、まあ、そういったところから、ケイン選んでます。初手に関してはビルドソードスタートが多いかもしれないんですが、まあ、今回のこのマークスマンばっかりいるような状況であれば、シマスパを買ってスタック貯めやすくするというようなテクニックもありますので、まあ、それも一つの選択肢として入れていいかもしれないです。ただ今回も、いつもながら、引っ張ることを全然していないので、周回がこれちょっと遅いですね。挙句ちょっと失敗しちゃってますので、本当はここはスマイトを使わずにこんな感じで周回します。で、綺麗にやればここのウルフまでさっきのフロック引っ張ってくることができますので、まあ、うまくやればですが、なかなかちょっと難しいですよね。中国のソブリンの方、うまい方は、最初からフロッグスタートして、青バフをもうウルフの壁まで持ってきますね。で、スマイト温存する理由が、砦でスマイト1回打って1スキ打てばもうそのまま赤バフ直行しても AOE で赤バフと砦を狩ることができるという点で、スマイトはフロッグ温存ですね。まあ青バフ温存でもいいんですけど、でスキルの上げ方も序盤からしっかりとガンクしてシマスパ活用して青ケイン速攻貯めることができるか、たまりそうな場合であれば、スキルを1を2だけ取ってその後は2上げしてやるっていう方法もありますので、まあ、その辺はゲージの貯め具合と相談してやってみてください。まあ、周回はちょっと練習が必要ですが、今回あんまりうまく引っ張れてなく、挙句失敗しているような状況でも1分40でスカトル来ることができるので、かなり速いキャラクターですね。ただまあガンクするときにやっぱりもう結構フラッシュサクッと切ってこんな感じでダメージ当てていけば割とキルすることができますので、今フラッシュケチったらキルなりませんでしたから、3スキがありますので割とフラッシュ安く切ってしまってもいいキャラクターよりですね。であとはまあやっぱ青になるべく早い、できればドレイク前に青にしたいので、まあ、そういったところから基本的にはレンジキャラがいるところを一生ガンクするというような感じでやりますね。まあ、さっきスキルの上げ方言った通り、まあ、通常であれば1メイン2がサブという形ですが、まあ、ためが良ければ2がメイン、1がサブでもいいと思います。まあ、赤か青かの内容の違いに関してはもう正直ちょっとご自身で調べていただきたいんですけど、まあ、一応赤にしておくと、制服だったりとかを持ってだいぶ耐久力高く継続的なファイターとして戦うことができるのが赤、まあ、青ケインはアサシン満帆ですね。2スキだけでもとんでもねえダメージが出るようになりますので、まあ、そういったところから、まあ、個人的にはやっぱ青の方が使い勝手がいいかなと思いますが、まあ、人によりけりですね。めっちゃ関係ないですけど、ラックスの素手はめっちゃ引っかかりますよね。特にこのスキンのラックス、わからんですね。で、ビルドに関しても、まあ、下に書いてある通りな感じで、脅威4種ですね。からお好みで積む感じですね。毒牙、ヨウム、ダスク、エッジ。まあ、ただ、まあ、今回はラックスがいるっていうところから、まあ、致し方なしの毒が出てますが、まあ、積むんであればやっぱ毒がなるべく早めに積んだ方がいいと思いますね。逆にヨウムを2手目、まあ、3手目以降に積むのはちょっとまああんまりな、個人的にはなしかなと思うので、積むんだったら2番目ぐらいまでに積んだ方がいいです。で、まあ、リーシンこれ9でじゃんけん負けましたね。スマイトが先出て敵がケツで取りましたね。あとはまあ私は マナムネ作るのがだいぶ好きなのでマナムネ出しちゃいますけど、まあ、もしあまりにも好みでなければ、まあ、マナムネ枠を貫通にしてもいいんじゃないかなと思います。ただ2スキが出が非常に素晴らしくなるのでモーションもなく、ただポンすると結構な確率、特に今みたいに横にスライドしている状況だと外れてしまいますので、ああいう状況はしっかりとポートレートして狙った方がいいですね自分で。
逆に敵が逃げているような状況であれば3スキルで足が速いですので、まあ、そういう形の時はポン押しでも当たってくれると思います。やっぱり速いですからウェーブ処理も含めて、でジャングルの周回も早めですので、まあ、敵のジャングルを落としているような状況であればしっかりと相手のジャングル食べてあげるといいと思いますね。ここもラックス突っかかりましたね。やっぱり横からラックスの素手は見ずに出ると、まあ、ラックスポンすればこっちは当たりに行きますので、置いてある素手にぶち当たる、合わせて脅威にしていると体がそこまで硬くないのでサクッと落ちちゃいますから、そこは注意です。逆に浮いている敵のマークスマンとか見っければ簡単にワンパンにできるぐらいのパワーがありますから、まあ、こういう時コレクターどうするかと思うんですけど、個人的にはあんまりコレクター買わないですね。なくてもちゃんと AA 刻めば落としきることができますので、まあ、今みたいなシーンのジンクスのフラッシュアウトを避けたいとか、まあ、ステーシス避けたいっていうような形であればコレクター買ってもいいですけど、あんまり買わないですね、ケインだと。ただ、育ってて火力あるんですが、リーシンとかにも育ってないリーとかでも今やっぱパワーあるので、普通にオールインかまされると負けちゃいますから、そういう時はちょっと注意した方がいいですね。で結構ニスキの、ごめんなさい、ウルトの範囲が広いので、に入れずにウルトから入るっていうのも一つの選択肢として覚えておいてもいいかもしれませんから、まあ、2巻いてウルト連打、1話は後でいいと思いますね。それぐらいウルトが遠距離から、まあ、2の範囲も広いんですがウルトも速いですので、まあ、ラックスのスネアだったりとか、まあ、特にリーシンとか近づいたら1に対してウルトで蹴られると入ることできなかったりしますので、まあ、そういうところも含めて、まあ、スキル回しはどれぐらいのキルラインかなっていうのをちょっとまあ、 ある程度試してみて、連動上げてからちょっと分かるというようになるとグッとキルラインが広がって楽しみやすいキャラクターになると思いますね。で、まあ、ずっとこの期限バロンしたかったんですけど、謎に味方がミッドに絡んで全滅するみたいな、これよくあるパターンですね。せっかく勝ちゲーなのになぜかミッドにオーバーステイしてオブジェ始めないから全滅からの敵がオブジェ流れるように連続で死んでいって、気づいたらエルダー取られて GG みたいな、まあ、こういう時も敵ラッシュしに行ってますが、まあ、まあ行くか行かないか別にして、まあ、レーンをとりあえず押してあげて、まあ、今回それで敵がひよってくれてよかったですね。あのまま行かれたら、まあ、青だと裏から入れればワンチャンスティール狙えますが、正面から行くとやっぱりきついですね、キャラクター的にも。ここまで来れば本当に軽く撫でるだけで敵のマークス吹っ飛ばすことができるので、まあ、結構茂みの住民になるというか、で、まあ、最初1回ヘラルドリーシン取られてますので基本的にはこういう感じで反転ですが、まあ、ちょっと1人で突っ込まされるとどえらいことになっちゃいますから、まあ、そういうところも含めてやはりステイシス、こういう状況だと安定ですね。ケイトのトラップ、敵のケイトリンだとステーシスだったりとかが終わりにトラップかけてきますよね。隣の芝が青いやつですね。ほんと育ってればキュッキュッぐらいな感じで簡単に殺すことができる素晴らしいアサシンですので、私は結構ケイン好きですね。周回早いっていうのもまた素晴らしい点ですし、まあ、かなりアサシンできるのでそこもグッドですね。で今みたいな感じでウルト連打しとくとついてってくれますので、そういったところも含めて性能素晴らしいですね。グラガスに助けられました。ちなみにこのグラガスはサポートパーティーですね。昔実装当初全く、まあ、あんまり不人気だったところから比べればだいぶケイン使いやすくなってますので、まあ、特にさっき言ったシマスパを使ったスタック貯めやすいっていうところもありますから、まあ、ぜひ一度シマスパ初手でやってみてください。ただシマスパスタート場合は必ず1回 AA 挟まないとシマスパ溜まりませんので注意してください。